久米田池は、久米田寺の南東にある、大阪府最大の水面積を有する池。大阪府岸和田市にあり、池尻町、岡山町にまたがっている。久米田地の外周は、山形を自然地形の台地に囲まれていて、残りの一方に堤防を構築して、作られた考えため池である。久米田地の中央部には、旧春木川の川床が見られ、この川をせき止めることにより、 ため池として構築された。久米田の名称には、ヤギから久米に転じたとする説と、この池を指す籠ゴ殿から転じたとする説がある。ヤギ号及び、付近一帯は水に乏しかったため、聖武天皇がこの池の改作を行記に命じ、人気2年から天平10年まで14年に及ぶ工事を経て竣工した。また、聖武天皇は、当時委員に対して、 ため池の維持管理を命じ、陰号を高市地院にしたと言われている。久米田寺の管理で、昭和2年、昭平16年定の修理が行われた。戦国期になり、久米田寺の管理を離れ、館外地域12河村で、久米田地号が結成された。久米田地号は、昭和32年開組され、土地改良法に基づく久米田地土地改良区が発足した。 2010年3月25日に農林水産省のため池百選に選定され、2015年には国際館外排水委員会による館外施設遺産にも登録された。久米た池には年間100種類以上の野鳥が訪れる。久米た池は野鳥の国際空港と言われ、カモ類は10月後半の数日の間に中国大陸から数千は飛来する。また、遠くは、 カムチャッカ半島から、シギチドリ類が、クメタ池に飛来し、その後南半球のオーストラリアへ飛び立っていく。特筆すべきは、特別天然記念物であるナベズルの2005年11月から2ヶ月間に、渡る滞在や、2011年1月に、コウノトリの飛来などがあった。コウノトリはこれ以後2012年10月1日にも、飛来した。また、 絶滅危惧種の河内船の養殖も行われている。クメたち排水系統図によると、クメたちの水は、牛滝木川の水を得るために取水口を作り、栄川を通って、クメ田池に溜まるようになっている。いつ頃からかは不明であるが、かつては、春木川から取水していたと思われる。また、クメ田池には、排水するための施設として一番といから三番とい、及び、裏土いが設置されている。 主に農業用の排水として使用するのは、1番問い、2番問い、3番問いとされている。久米たち排水系統図によると、一定の水位を超えると池の外に排水する仕組みがあり、この水は隣接する池へ流れるようになっている。ABC 玉屋 1962P22 角川日本地名大辞典271983 p439 日本歴史名代二282986ピアニッシ四1442から1443クメタチ農林水産省からため池百千ムクドリ通信日本野町の会大阪支部2012年7月号朝日新聞2011年1月14日大阪府版読売新聞2012年10月2日大阪府版に記載 炭水魚図鑑言語ローブなお大阪府立環境農林水産総合研究所。ありがとうございます。